手塚明春は長野県出身の元プロ野球選手。1956年の登録名は手塚明明。松本商業学校から明治大学を経て社会人野球の中央工業、今泉産業、小口工作所でプレーする。1949年読売ジャイアンツに入団。1年目から肖像類一種の座を 山川希作と争って80試合に出場。1950年になると山川が遊撃手にコンバートされたため手塚が三類種のレギュラーとなりクリーンアップを打って117試合に出場64打点を記録した。しかし同年10月以降肩の故障が癒えた宇野光雄にレギュラーを奪われ以降は徐々に出場機会を減らした。 1954年、宇野が、国鉄スワローズに移籍したため再び三塁のレギュラーを獲得し110試合に出場する。この年の最終戦である10月25日の対、阪神タイガース戦では、川上哲次に代わって4番、一塁種を務めた。1955年に、楠木博文王と共に、太陽ホエールズに移籍し、ここでも三塁種の定位置を確保し、 自己最多となる123試合に出場した。しかし、1956年になると、打撃不振で6月半ば、以降、中村俊之にレギュラーを奪われしまい、同年限りで現役を引退した。97歳の誕生日の前日である、2018年10月9日19時38分、老衰のために死去した。96歳ボーツ。高順者のインドアゴルフ場で、 ゴルフのコーチをしていた、新田京一の元に通って、その打撃理論である、新田理論を進歩して、自分のものとし、巨人の五番を務めるようになった。当時の巨人には監督の水原茂のほか藤本、秀夫、内堀穂など、新田理論に批判的なものも多く、手塚も、くだらんからやめろ、と言われたこともあったが、自分の理論を押し通した。後、1954年に、 読売新聞、安田昭治副社長に招かれて新殿話2軍、打撃コーチに就任している。一方、守備では、特にフライの補給を苦手とし、遊撃手が、フライの落下点で、オーライと補給の合図をしているところに飛び込んで、邪魔したり、自身がフライを補給するために散々走り回った挙句、補給した位置は初めにいた、定位置だったりすることがあったという。酒、タバコ、 麻雀を一切しない、真面目な性格で、明治大学野球部 OB の渡辺大陸に見込まれて、その女性となった。ありがとうございます。